い、それではクロノトリガー続きやっていこうと思います。さて、ここのセーブポイントまで戻ってきました。いや、ちょっとさ、戻ってくるまでがすげえ大変でさ、なんかね、めちゃめちゃバトルして、で、ね、ちょいちょいなんかレベルが上がったかな、もう いつの間にレベル13でロボが12になってるからね。で、あとね、装備品でね、マールちゃんがね、ロビンの弓っていう新しい武器ゲットしました。ということで、やっていくか。前回パスコードがね、分かったので、ちょっとそこまで行こうと思いますけれども。さては、これ、また敵出てくる、敵出てくる。あ、よし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 。出てこなくていい。敵は出てこなくていい。OK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 。このまま行って、どこだったっけね、ここね、下に下がるんだったっけ。ダウン?あ、そうだね、そうだね。だってあれ。XABY だったっけ?あ、ここか。ザビー、よしよし。で、XABY。どう?ん?あ、で、ここに行けんのか。なんか始まったんですけど。ボスかな?一応回復はしてきたけど。あ、めっちゃ慌ててる。どうした?非常事態です。セキュリティシステムが暴走しています。脱出しなくては。え、ちょ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 、え?特にアイテムとかないよね。え、じゃあ、はい。あー、やばい。おー、危ねえ。あー、ロボ!え?ちょ、ロボ!早く、今のうちに。あ、ちょ、ロボ!え?やだ、せっかく。やだ。あ、よかった。大丈夫?動く?よかった。もうここでお別れかって思ったけど、あんまりよろしく。あ、よかったー。もう、エレベーターは作動不能なんだってことは、こっちから戻るしかない?で、こう来たじゃん。あ、で、ここも作動不能か。じゃあ戻るとしたら、こう行って、あ、なんか出てくる。あー !76 体おー、みんな仲間です。R64Y、R67Y、R69Y、生きていたのかよかった。あー何を。警官姫、お前らの仲間ではない。あ。ああ、欠陥品。そうだ、欠陥品だ。欠陥品、私は欠陥品。違う。ああ、もうギュッてしてあげたい。我々の任務を忘れたのか。この工場に不法侵入する者を抹殺するのだ。私はそんなことをするために作られたと。消えろ、我々の面汚しめ。あ、ちょ、やめー、よいちょ、やめて。おい、ロボマン、ロボが。こいつは倒そうぜ、ちょっと、もう。あー、大丈夫かな、ロボ。あ、よかった、生きてる。倒そう、しょうがない。やめてください、やめて。あー、ちょ、お前らまだやるかよ、もうやめてよ。てか、ちょ、止め。やめてください。このロボット、私の兄弟です。そう。あ、ちょ、待って。どこに持ってくの?ちょ、ロボ!引き続き侵入者を処分する。ふざけないで、絶対許さないから。あ、二人でボスか。あ、これ辛いかもな。R シリーズ。ちょ、ロボいないと辛いんだけど大丈夫か。ちょ。お、マールちゃんめっちゃ回復やってもらうしかないかな。とりあえず、一匹ずつ、確実にやっていくか。よいしょ。回転切り。よいしょ。あ、いいね。回転切り、あ、もう回転切り使っていこうか。よ
よしよしよし、一旦やって、で、技、回転切り、よいしょ。痛い痛い痛い。あ、でもね、数が多いだけでそこまで攻撃は痛くないからよかった。よしよしよし。よし、みたいやって。まるちゃんまだいけるかな。ちょ、オーラで回復しておこうか。攻撃はもんちゃんに任せな。よいしょ。ちょ、ロボやだな。なんかせっかく仲間になったのに。あ、ちょちょちょ、キャッチボールするじゃないわよ、もう。あ、痛い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 。これなんか本当攻撃の種類が豊富で面白いな、このゲーム。ちょっと待って、オーラ、よいしょ、回転切り、よし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 、よし、あと一匹。ナイス、オッケー、倒した。ロボー、ロボは、ロボー引っかかってるわ。あ、よかったよかった、動く。あー、どうしよう、ロボが死んじゃうよ。まあ、とにかくルカのところ運ぼうよ。大丈夫かな。これルッカが一緒に来てたら多分その場で修理するんでしょうね、きっと。修復できそうですか。あまり喋っちゃダメ。あなた方はこの世界を変えるというのですか。私たちの力でどこまでできるかわかんないけどね。ところでロボは、ナオトは何がしたい。私のしたいこと。そうよ、長い間こんなところで故障してたんだもの、やりたいことがいっぱいあるはずでしょ。私にそんなことを聞いたのはあなたが初めてです、ルッカ。ロボー、あ、よかった、あー、戻ったよかった。おはようございます、ロボ。よかった、元気になって。ご苦労様、ルッカ。あー、ちょっともうなんか涙出そうだった。もう私こういうロボットもの弱いんだよ、ほんと。ちゃんとばかり大丈夫だったけどね。ルッカ、私にもしたいことができました。あなた方と一緒に行くことです。おお、やった。え、本当に。私も見届けてみたいのです。あなた方のすることが人間を、いえ、この星の生命をどこへ導いていくのか。あー、よかった、行きましょう。あの先にゲートがあるわ。よかった。よし、じゃあ、ロボは離脱しないよね。やめてよね、ほんと。よかった。私思うの、こんな若い子たちがさ、この世界の運命を握ってるんだけどさ、大人たちは何をやってるのって思うの、いつも。ね。子供たちに任せてさ。ここは？お、なんか、視点が、この斜めになってるぞ。開いた。あ、HP MP 回復、ここで回復するんや。あ、ちょっと待って、これで隊列、あ、ちょっと待って、装備品で、そうだ、新しいプラズモガンをゲットしたんだ。そうだ、ルッカちゃん。メカ系にストップ効果、あ、強いんじゃない。ちょっと待って、これ隊列どうしよう、編成。マール連れて行きたいけど、あ、でも、あ、ここ3人なんだ。ロボはまだ隊列の中に入れられないの？あらら。固く閉ざされている。あ、ちょっと待って、ここ。ここで HP、MP 回復してて、ここでセーブができるのか。ちょっとセーブしちゃいましょう。これどこだ？あ、でもここも工場跡なの？あらら。ちょっと待って、誰か寝てるんだけど。こんにちは。おや、またお客さんだ。やばい、気づかなかった。客人って、ここは？ここは時の最果て。時間の迷い子が行き着くところさ。お前さんたちどっから来なすった？
私たちは王国歴1000年から来たんです。私は AD2300 年の世界からゲートで、違う時間を生きる者が4人以上で時空の歪みに入ると次元のこれなんだっけ、力場だっけがねじれてしまう。しかしこのところ時空の歪みが多くて、なお前さんたちのようにふらりとここ現れる者もいる。何かが時間全体に影響を及ぼしているのかもしれんな。ってことは誰か一人ここに残った方が安全ってことね。こんなとこで置いてけぼりなの？こんなとこはひどいな。何心配いらんよ。ここは全ての時に通じている。お前さん方が願えばいつでも仲間を呼び出せる。だが時の旅は不安定じゃ、常に3人で行動することじゃ。では誰か残らないとなりませんね。誰が残るむ？あー、そっか、ここで編成を組むのか。ロボもね、回復ができるんですよね。ただ MP が心配なんだよな。でも、まあ、マールさっき使ったからマール置いていくか。じゃあこれで、あ、ちょこれでいきますか。じゃあムーン、ルッカ、ロボでいきましょうかね。はい、これでいきます。早く呼んでよムーン。ということじゃ。編成画面を選べばここに残っているものといつでもメンバーチェンジできる。忘れんようにな。私たちの時代に戻るにはどうやったらいいの？お前さんたちがやってきた場所に光の柱があるじゃろ。あれはあちこちの次元の歪みとここ時の最果てをつなぐものじゃ。一度通ったことのあるゲートからはいつでもここに来られるじゃろ。光に重なり A ボタンを押せばゲートに戻れる。じゃがそこのバケツからつながるゲートには気をつけるんじゃな。あ、はい。ん？大井って呼ばれてる。上のドアの向こうにも寄って行ってみなされ。あ、ここか。うん、なんかいるんだけど。なんだおめえら。俺か、俺スペッキオ、戦の神。こっからいろんな時代の戦見てる。おめえ俺どう見える？え、弱そう。そうか、俺の姿、おめえの強さ。おめえが強ければ強そうに、弱ければ弱そうに見える。あ、おめえら持ってるな、心の力を。そうか、表のジジイ、それでここに通したか。おめえらの生まれるずっと昔、魔法で栄えた王国あった。その世界みんな魔法使ったけど、その王国魔力に溺れ滅びた。それから人は魔法使えなくなった、魔族以外はな。だがおめえら持ってる心の強さ、魔法は心の強さ、力。魔法は天命火水の4つの力で成り立ってる。ツンツン頭のお前は天、こっちのメガネの姉ちゃんは火の力、このでっかい人形は。おめえ生き物じゃないな。おめえも強い力持ってるけど、昔の魔法の民の血引いてないから魔法無理。でもおめえのレーザーとかいう武器、すごい殺傷能力、メイの力に似てる。てな具合に魔法だけでなく、すべてのものはこの4つのバランスに成り立ってる。魔法が使いたいと念じながら、ドアのところから初めて、あ、この部屋の柵に沿って時計を、あ、このドアのところから始めて、この部屋の柵に沿って時計回りに3周回る。バターにならないよう気をつける。バターにななるほど、回りすぎてってことね。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って、ここ。あ、ちょ。え、3周回る ?3 周ん？俺ちゃんと見てる。ドアのところから柵に沿って時計回りに3周回る。こういうことでいいの？あ、ちょっと待って。あ、時計回りだ。時計回り。ごめん。ドアのところから柵に沿って時計回りだからこっちですね。間違った。これなんか、この BGM なんかヨッシーを思い出すんだけど、マリオの。柵に沿って3周。え、もういいかな。あ、これなんか自動で止めてくれるわけじゃないの？いかがでしょう。あ、よかった。よーし、はにゃはら減ったみたい。なんだこれ。お、なんかゲットする。お、マンが魔法使えるようになった。やった。お、あ、ルカちゃん魔法使える、わーい。え、ロボは魔法使えない、ごめんな。どうだ、新たな力湧くだろ、試してみるか。はい、やった、魔法が使える。お、技
あ、サンダーが使えるな。いて、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 いて。あ、え、強っ。ブーン。ちょっと待って、ちょっとケアルビーム、ケアルビーム。あ、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。あ、すごい、魔法が使える。おお、ルカちゃんやっぱ強いな。ちょっとメラゾマクラス。ちょ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 、私ばっかり攻撃するのやめてくださいよ。よいしょよいしょよいしょ。あ、てか普通の攻撃もなんかめちゃめちゃ強いんだけど。ケアルビーム、ほい。オッケーオッケーオッケー、ファイヤーして。まだか。クソ死なねえなこいつ。ほい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 。あ、やばい、ロボが、ロボが。よいしょ。死ぬのこいつ。あ、倒した。あぶねえ。おお、俺負けるなんて。いや、でもめっちゃ強かったよこいつ。うん、少しはやるみたいだな。仕方ない、これやる。あ、スペッキオ爽やかセット、なんだこれ。マジックカプセル1個、エーテル5個、詰め合わせ。あ、ありがとう。あ、はい、じゃあ新しい仲間ができたらまた連れてきましょう。おーい、どうした。やはりな、はるか昔の人々はみんなそういった力を持っていたもんじゃ。そう、はるか昔な、お前さんたち何かとてつもないことをやらかそうとして、やらかそうというみたいじゃが、まずはお前さんたちの時代に戻ってみてはどうかな。急がば回れ、ここに言うとそんな言葉の意味もよく分かってくるものじゃ。何かあったらいつでも来なさいな。私がお前さんたちの時間の道しるべになってやろう。え、どうしようかな。なんかロボ強いんだけどな。でもなんかゲージ溜まるまでが長いよねこいつね。なんか回復がなすぐにできないっていうの辛いよな。でもなんかルッカ強いしな。どうしよう、やっぱマールいた方が安心するとっちゃ安心するんだけどな、マール。どうしようかな。ちょっと待ってよ、編成編成。あー、どうしよう。ルッカ強かったけどやっぱ回るかな。ロボアタッカーにも回れるからね。私なんか基本的にさ、回復役、ドラクエとかでもそうなんだけど、回復役2体入れる編成が好きなんですよね。どっちかがね、なんだろう、2人でね、回復役に回ることもできるしね、どっちか片方が回復役回ってもう一人がアタッカーみたいな感じでもいけるので、やっぱこれかな。ちょっとこれにするわ、ごめんごめん。でちょっとマールも魔法多分使えると思うから行ってみるか。よし、ポニーテールのギャル、ギャルかよギャルは水の力。オッケーオッケー、よし。いや、いいかな。お前強かったんだよ。ということで、申し訳ないけどね、ちょっとね、このパーティーで行こうと思います、今回もね。ということで、戻る。次元の闘技場へ行きますか。ちょっと待ってよ。こう行って、こうすると、あ、メディーナ村。AD 千年メディーナ村。ここは、プロメテドーム。ここは、不思議山。じゃあ、ここか。とりあえず、現代に戻るって言ってたから、ここだよね。よいしょ、AD 千年。現代に戻ったぜ。ん？びっくりしてる。ちわーす。ん？兄ちゃんたち、僕の家のタンスから出てきたよね。なんで？どうして？お前らな、こともあろうに他人の家のタンスから出てくるとはどういうつもりだ。これだから人間ってやつは。ちょっと待つんだ。
このメディーナ村は魔族の村、400年前人間との戦いに負けた魔族の子孫によって作られた村だ。この村に住む魔族のほとんどは人間に対して憎しみを抱いている。気をつけな。西の山の洞窟の近くにちょっと変わった人間のおじいさんが住んでるんだ。きっと兄ちゃんたちの力になってくれるよ。教えてくれてありがとう。でもなぜ私たちに親切にしてくれるの？魔族は人間を憎んでるのでしょ？人間と魔族が戦ったのは400年も昔のことだ。いつまでも過去にとらわれていても仕方がない。あ、400年前ってあれよね、あのマールちゃんのご先祖様がいた時代ですよね。まあ、私たちのような考えを持った魔族はほとんどいないが、ありがとう、教えてくれて。ん？ねえムーン、この不気味な声は何なのかしら。わ、なんかやってるんだけど。儀式、謎の儀式と言ってみて、バトルになるかな。魔王様が我らは魔族を率いて人間に戦い挑んでから400年が過ぎた。ラボ通信さえ蘇れば人間など。特に何もイベントもないかな。でもお前ら人間に気づかないんだな。母は魔王様。ふむ、何か民家があって村長の家。なんか西に行けって言ってたけどね。あ、なんか怖そう。わしがこのメディナ村の村長ビネガー8世じゃ。わしの先祖はあの偉大な魔王様の右腕として人間のもと戦ったのだぞ。目の前に人間がいるのに掃除も楽じゃないよ。ビネガー8世の野郎、先祖の地位を傘に来て俺たちをこき使いやがって。めっちゃ嫌われとるやん。石の山の洞窟屋さんのものは魔法による攻撃しか受け付けないんだ。魔法が使えない人間には問い抜けることは難しいだよね。お、よかった、魔法覚えて。で、マジックカプセル。それちょっとさ、マジックカプセルってどう使えんのかな。パワーカプセルは、あ、攻撃力上がるのか。あ、力成長プラス1。なるほど。あ、ほんとだ、あ、上がった。ドーピングか、使っていくか。で、マジックカプセルは魔力か。ほー、あー、これちょっと考えよう。魔力、力だったらね、まあムンちゃんに振ればどうにかなるかなと思うんですけど。スピードカプセル、おお、これ素早さ上がるやつか。あ、グッズマーケット行きましょう。なんか怖っ。人間風情がこの俺様に話しかけるな。お願いします。え、なになに、え、バトルになっちゃった。物売れや俺にって。よいしょよいしょ。お、でもミスってるぞ。いいな、いいね、いいね、いいね。あ、よし、倒した。わーい。そっか、残りの HP わかんないの痛いけど、まあしょうがないか。先生がやられた。こいつら化け物だ。売ってくれるよね。やったー、買う。ポーション、え、てか、あ、高っ。え、なんでこんな高いの。買えるわけねえだろ、バカ。ザンマ刀とか、え、65,000ゴールド、買えるわけねえじゃん。シャインヘルム高っ。ダメだ、このぼったくり、ぼったくり野郎。これじゃあもしかして宿もめっちゃ高い。頼み込む、やっちまえ。まあ一応戦ってみるか。よいしょよいしょ。あ、でも全然ね、強くないですね。いけますね。よしよし、お、いいね、強い強い。よいしょよいしょ、オッケー。どうしよう、どんぐらい取られるんだろうかね。まあ、止まるつもりないけど。ひえ、お助け。一泊200ゴールド無理。もうこいつら、これ見た目なんかあのねえ、魔族に変えられるような呪文みたいなないんでしょうかね。ドラクエ4みたいな。
あ、じゃあ今回ここで終わりにしておきましょうか。いや楽しかった。じゃあ次回は西かな、西の洞窟だっけ、あそこをやっていこうかなと思います。ちなみにちょっと待って、あ、ボッシュの小屋、こいつを訪ねてきおったか。わしの自慢のコレクションを見ておくとよい。そうじゃ、わしの作った武器でも買ってよかんか、安くしとくぞ。あ、はい、買う。あ、ここは良心的なお値段、よかった。紅の剣、ロビンの弓は持ってるね、プラズマガン持ってるで、ハンマーも持ってる。じゃあ紅の剣だけ買うか。4500ギル、高えけどしょうがねえ。チタンベスト、あー、マールに持たせるか。オッケー、生かすためのものであるべき。じゃあかっこいい、かっけえ。じゃあ紅の剣とマールちゃんにチタンベストだね。おー、よかった。これ宿屋も普通にあるといいんですけど、宿屋はないか、さすがに。はい、ということで、じゃあ今回はここで終わりにします。じゃあ次回はね、ここか、ここかな、そう、ヘケラの洞窟か、ここをねやっていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。